よし、ミステリーバッグの購入者列をさばき終えたぞ。俺も店内の品出し全部終わったぜ。アジーム先輩、僕たちもしかしてすげえ成長してません？やっぱりか。俺もちょうど同じことを思ってたとこだ。よし、この後も頑張ろうな、ケンセ。はい、アジーム先輩。